ハイライトで振り返ってまいります。先発は松本渡辺です。1回2アウトランナー1、2塁とピンチを作って5番の辰巳を迎えますが、1番のシュートまで三振、まず1回のピンチを切り抜けました。一方イーグル先発は田中将大、まず今日ヒットという1番の小崎がセンター前ヒット、まずは流れを作りましたよね。そうですね。そして3塁中で山川を迎えます。先制のチャンス、ここはいかがですか。いやこれもね、いいバッティングだったんですけどね、まあ、楽天の守備が良かったですよね。このところ警察に倒れた山川、1回は0対0、0対0の3回です。緩いカーブなどを交えて9番の積み立てを打ち終わるこの回はしっかりと3人で切りました。まあ、2回3回と三者凡退で、はい、非常にいいリズムだったんですよね。はい、ボールの力要素も、ね、はい、あったんですが、ただ4回でワンアウト2塁1塁と大安打なのでピンチを作って、この鈴木大地のタイムリー、やっぱり彼昨日悔しい思いをしているので、やっぱりさすがロッテのキャプテンやってられることがありますよね。ディフェンスまずタイムリーツーエストで1点を先制します。その後7番の岡島です。この外の難しい球なんで、定位置であれば取れたかもしれませんけど、ランナーがいたんでしょうがないですよね。はい、前進守備の左を抜いていく岡島のタイムリーヒットで2点目。さらに8番の渡辺義明、打たされましたが、ここはショートゴロ。その回3塁ランナーがホームイン、ショートゴロの間に1点追加で3対0としました。まあ、ただ3対0とされましたが、まあ、その後ね、はい、ここから田中が非常にいいピッチングが、本当に田中投手らしいピッチングですよね。全部も低めでどんどんストライク取っていくというね、こういうテンポよく三者凡退を取っていったという4回裏です。まあ、点を取ってもらった後というのは大事と言いますがね、本当に素晴らしい絵に描いたようなピッチングでした。まあ、一方ライオンズの松本渡る投手も、あの出場したイニング以外は全然良かったと思いますよね。本当そうなんですよね。もう真っ直ぐ走ってましたし、5回ピンチこそ競りますが、ここを打ち取ってセカンドゴロ、さらにこの辰巳への最後のボールですね。今日はこれが一番いいボールでしたかね。5イニングで3失点という状態になります。108球球数が増えています。一方田中将大はこの球数が非常に少なくですね、途中からもうよりテンポよくいきました。7回中村三振、2アウト1位でオフレディはうまく打たれましたが、サードライナー、渡辺義明の投手も光りました。3回でのままゲーム9回まで来ました。石口、そして松井という人をつないで、最後は5番に山川を打ち取って平成戦3対0で楽天が勝ちました。楽天は連敗ストップ、そして楽天は3位浮上、ライオンズは4位交代。ライオンズこれで5連敗となってしまいました。両チームのゲーム差はありませんが、はい、順位が入れ替わったという格好になります。